はい、皆さんこんばんは。Good evening, everyone, and buenas noches todos. 今演奏したのは、94ページの第3番目ですね。カルカシ第3部、第3番目のアンダンテです。曲の解説をしましょう。アンダンテ、4分の2拍子、と長調ですね。アンダンテですから、まあ、歩くような速さですから、あんまり軽快な感じではないですね。で、アフタクトで始まりますので、最初のところは、はっきりとですね。という感じで出ましょう。で、クレッシェンドをかけます。徐々にクレッシェンドをかけて、で、3小節目ですね。このドシャープとラのシャープが、まあ、次のレのレとシに移る、イオンになるんですね。ですからこれ非常にアクセントを強く入れましょう。でここで解決なりますね。それから、低音の方はできれば小音したいですね。消します。こういう感じでしょうかね。それからあと気をつけていただきたいのは譜点ですね。最初のアフタクトですね。アフタクトの36分音符の譜点ですね。こうなります。タララというふうになりますから、ということは、次のシとソを人差し指と中指で弾きますから、できればドはですね、薬指で弾きたいですね。でないと間に合わないです。他の人差し指か中指で弾いてしまうと、このドとシとが間に合わないですね。こういうふうにでクレッシェンドかけて一番強く、これで解決で、レを消して、ここもそうですね。タララ不転、ここは、上声部と下声部が10度でハモってます。でそれに対して、真ん中のソーソーソー、これがオスティナートで つながっていくんですね。でここでまた譜点がきます。で、強速音はフレージング切れてますけど、私はここでできれば切れたいですね。切っての方が、歌としては不自然さがないですね。タラララという風にですね、同じ、次は同じですね。で、ここが一番山なんですね。ここが曲の一番山です。でこのラの音が一番高い音ですから、私はここを少し、手の音に伸ばしてます。あとあっさりとこうになりますね。あと小音がここに入ってます。このミの音を消しましょう。でさらにラも次の小節の頭で消しましょう。親指はかなり大活躍ですね。かなり忙しいです。でその後、後半ですね。次は、まあ、B の部分になりますね。このですね、ここはミーレレミーレレっていうのが2回きますから、少しエコー効果を出すといいと思いますね。でここで柔らかく、で最初の部分と同じ動機というのが入ってきて、でここはですね、長いクレッシェンドをかけたいので、最初はピアノで入ります。でここのドシャープですね、ここをかなり強く、ここはやはり
イオンですね。こうなりますね。でここで解決。こうなります。でここから転調。でここはですね、ミレドというのとドミソドというのが、まあ、別声部というんですか、そこ対話式になってるんですね。これはですね。でここは跳躍進行。ソソミドドミソド。こうなだらかに。低声部はレドファミっていうのが来てます。でここでですね、シドレ、ここはあの低声部とこう、上声部と下声部が、半進行になってますからクレッシェンドとなります。でまた最初と同じものがソソミド。でここはですね、ラファレ、跳躍進行、ラファレ、ソレシドソミド、こう入るわけですね。こういったような感じでしょうかね。あとはですね、まあ、楽譜上には書かれてませんけれど、例えば最初の A の部分でドシャープは次のレで解決される。ですからこの2拍目の裏ですね、このドシャープは楽譜には書かれてませんけど次の小節の頭までかかっている、これは軽流音になるんですね。こういう部分が、まあ、あのカルカッシの場合ですね、まあまあ見られます。そういうのもあの注意して見てみましょう。はい、今日は94ページのアンダンテ第3番目のアンダンテ徒長調でした。はい、失礼します。